こんにちは、兄です。今日はね、こちらになります。じゃーん。紙袋が届いたんですけども、中身は多分ガシャポンのウルトラカプセル05だと思います。アソート買いしました。で、まあ、いつものごとくね、アソート確認をしていこうと思うんですけども、まずは袋ちょっと開けていきましょうか。よっと。開けたらジャラジャラとか出てこないね。ちゃんとビニール袋に入っております。うん。こんな感じでビニール袋に入っていて、で、伝票とか、あと、台紙が入ってますね。ちょっとこちらの台紙から見ていきましょう。今回のガシャポンウルトラカプセル05はすべてね、ガシャポンオリジナルということで、全部新規っていうことなんでしょうかね。で、11種類あります。で、ラインナップを見ていくと、よっと、1番ウルトラの母、2番がガイア、3番アグル。で、4番がアグル V2。これ見分けがなんかつきづらいっていうかつくのかな。で、5番がジャスティスクラッシャーモードカプセル、6番がレジェンドカプセル、7番がノアカプセル、8番がオーブオリジンザファーストカプセル。ここまでウルトラマンですね。で、9番がこちらでバルタン星人カプセル。バルタン星人が今までなかったっていうのがなんかすごいね、意外ですよね。そして、10番がイービルティガカプセル、11番ダークザギカプセルとなっております。まあ、ザ怪獣っていうかね、まあ、宇宙人なんだけども、まあ、そういったタイプはバルタン星人だけで、他はみんなね、ウルトラマンっぽい形をしているものみたいな、まあ、ウルトラマンっぽい形っていうか、ウルトラマンと、こうね、まあ、ウルトラマンっぽい形の、まあ、悪役みたいなね、そんな感じですね。うん。あとはまあ、組み合わせがいろいろ今回またね、増えそうですよね。ガイアとアグル、ここら辺はなんかあると思うし、まあ、いやらしい話しちゃうと、ウルトラの父とね、ウルトラの母の組み合わせでなんかね、なるのかなとか、そういうこともちょっと考えちゃったりとかしたんですけども、まあ、これはね、おいおいやっていきたいと思います。では、アソート確認していきましょう。今回のカプセルは赤いカプセルで中は見えないですね。で、開けていくと、よっと、記念すべき1個目は何でしょうか。相変わらず開けるのが下手くそ。よし。はい、台紙からちょっといきましょうかね。中透けてるタイプですね。で、まあラインナップがね、ざっと載ってると思うんですけども、一緒な感じですよね。はい、このような感じな中のね、紙になっております。裏はこうですね。はい。で、気になる1個目、せーの、ドンと。わからない。わからないけども、これはガイアっぽいな。ガイアですね。2個目いきます。よっと。はい。なんでしょうか。わからない。ガイアかな。見づらいね。見づらいけど、多分ガイアでしょう。っていうか、2つ。いきなり被りましたね。よく混ぜた方がいいかな。今ね、手を突っ込んでパッとね、上から順番に掴んだものを出してるんだけど、うん、ちょっと混ぜ混ぜして。ライトもちょっとね、つけてみました。いきましょう。3個目です。よっと。さあ、なんでしょうか。これは、オリジンザファーストだね。ここのカラータイマー丸いもんね。はい、オリジンザファースト出ました。5つ目何が出るでしょうか。よっと。はい、アグルだね。アグルなんだけど、これ区別がつかないんだよな。このカプセルだと G ドライザーで読んだ方が早いかな。はい、ウルトラマンアグル V2 でした。6個目。よっと。はい、ウルトラの母。7個目。よっと。はい、ウルトラの母。ダブったね。ウルトラの母、これで3つになりました。8個目。よっと。はい、何が出たでしょうか。おっとウルトラの母だ。これでウルトラの母4個になりましたね。っていうか、多分今回ね、4本がマックスだと思うんですよ。11種類ってことは、4本ずつ入ってると44本でしょ。で、そうすると、ね、4本オーバーになるから、
でノアが1本だとして、そうすると1種類が、3本になってるみたいなね。それで、40本みたいな感じだと思うんだよね。9個目よっと、何が出るでしょうか。お、イービルティガーだね。初の怪獣カプセル出ました。10個目よっと、何が出るでしょうか。お、バルタン星人。11個目よっと、何が出たでしょうか。ちゃんと、なんだ、ジャスティスかな。ジャスティスですね。12個目よっと、何が出たでしょうか。これはダークザギだ。ダークザギです。これで怪獣カプセル3種類全部出ましたね。で、今12個で、まだね、コンプには全然至ってないですよね。続きいきましょう。13個目よっと、あ、黒いね。ほっ、なんだ、ダークザギです。14個目よっと、なんでしょうか。イービルティガーですね。ちょっと怪獣が固まってるところに来たかな。混ぜて取っていきましょう。15個目よっと、はい、バルタン星人。16個目よっと、何が出るでしょうか。アグルだね。ちょっとどっちだかわかんない。ノーマルのアグルでした。17個目ジャンと、ガイアですね。18個目よっと、なんでしょうか。バルタン星人。19個目よっと、なんだ、バルタン星人。20個目よっと、ジャンと、イービルティガ。はい、今20個終わったんですけども、お値段としては6000円、使って、まだレアのね、ノアは出てないですね。そしてコンプもできてないね。あのね、今出てないのは、よっと、何が出てない、母出て、ガイア出て、アグル出て、アグル V2 出て、ジャスティス出て、レジェンドが出てないですね。レジェンドが出てなくて、ノアが出てなくて、だから2個か。レジェンドとノアが出てないような感じですね。あと、オーブオリジンも出てるんだけど、1個しか出てないみたいな、そんな感じかな。アグルも1個ずつだったかな。うん。だから、あと、レジェンドとね、ノアが出たらコンプっていう感じです。いやー、これは厳しい戦いですね。21個目。よっと、何が出るでしょうか。バルタン星人？バルタン星人、これで5個目だよ。え、これどういうこと？ちょっと予定と違うんだけど、今回均一のアソートじゃないの？いつも均一だよね。均一で1本だけレアが入ってるみたいな。で、そのレアの入れ方で、その例えばね、まあ一番最初の第1弾はティガが3本で、で、ティガ枠の1本がレアみたいな感じになってたんだけども、バルタン5本っていうことは、ちょっと計算ができなくなってきたよ。全然ちょっとわかんないんだけど。うわ、なんか今回のアソートはすごい変則な感じなのかもしれない。22個目よっと、はい、ダークザギですね。ダークザギ、これで3本目です。23個目よっと、なんでしょうか。ウルトラの母？ウルトラの母は、これで5本目だよ。どういうこと？怪獣が単純に多いとかそういう話じゃないね。ピンポイントでなんか多い人たちがいるのね、これ。もう本当にわかんないわ。わけわかんないや、ちょっと。24個目いきます。いい加減にちょっとね、レジェンド出てほしいんだけど、アンアソートにレア1個も入ってないとかそういう罠ないよね。いきます。ジャンと。よっと。ジャスティス。25個目。よっと。ジャン。お、来た。
来ました、ジャスティス来ました。来たけど25個目でやっとだよ。3、2が6の35上限で7500円やってジャスティスやっと出ました。これでレアカプセル以外は全部揃ったっていうところですね。いや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 、今回恐ろしすぎるでしょこれ。26個目よっと。はい、アグル V2 27個目よっと。はい、レジェンドやっと2個目きた。28個目よっと。ジャンと、イービルティガ29個目よっと。そろそろ来てくれよっ。アグル V2 30個目よっ、来いよっ。アグル残りあと10個でございます。31個目よっと。うわ、すごいドキドキしてきたな。はい、これはオーブオリジンザファースト32個目よっ、来い。アグル43個目よっと。はい、イービルティガ44個目よっと、来い。ジャスティス35個目よっと。そろそろ本当お願いしますよっ。レジェンド36個目よっ。本当になんかちょっと手が震えてきた。オーブオリジンザファースト、大丈夫？残りあと4個だよ。すごい怖くなってきたんだけど。ちょっと頼むよ。何個だっけ？何個だっけ？もう何個かもわかんなくなってきてる。動揺してる。46、47、48、49。違う。47、48、49。こう、違う違う。40じゃない。30。37、38、39、40だよね。だ37個目ね。37個目。もうこっからは、ちょっとノーカットでいこうか。よっと。はい。ジャスティス。ジャスティス。残り3個です。残り3個。38個目いきますよっと。はっ、おお来た来た、やっと来たよ。これノアだよね、これノアだよね。ちょっと切って出そう。あ、ちょっとよっと。なんでこんなに引っ張ったかな。はい、ノア来ました。あ、すごい、ラメが入ったちょっと透明な感じなクリアなんだね。すげえ。いやー苦労した。いくら38個でもう残り2個しかないから、もうほぼほぼ1万超えたね。もう1万2000みたいな感じで全部回したような感じだよね。音も聞いちゃおう。これも今2回リードしたやつだね。からの必殺技。
かなり長い感じですね。いやーよかった。もう本当にね、すごいほっとした。アソート買いしても出ないとか、そんなことが起きたらどうしたらいいんだみたいなね、そんな感じだったね。じゃあ残り2個ね、開けちゃいましょう。39個目が、これは、オリジン・ザ・ファースト。そして、40個目が、じゃんと、ガイアですね。はい、以上となります。電話かかってきちゃった。はい、ガシャポンウルトラカプセル04、ワンソート開封していったんですけども、いかがだったでしょうか。結果の方は、ウルトラの母が5、ガイアが4、アグルが3、アグル V2 が3、ジャスティスクラッシャーモードが4、レジェンドが3、ノアが1、オリジンザファーストが4、パルタン星人が5、イービルティガーが5、ダークザギが3という結果でございました。まあ、今回はね、結構ばらつきがあるっていうか、3個のものもあれば5個もあるみたいなね。いつもであれば、レアカプセルを除いたね、他のカプセルはみんな均一になるような感じにアソートされているんですけども、これはね、どういう基準で分かれてるんでしょうかね。もしかしたら、僕が開けた袋がこういう感じで、他の袋はね、5個のカプセルが違ったりとか、そういったことはあるのかもしれないですね。まあ、すごい変則的なので、回すときはね、結構注意が必要かもしれないですね。回せど回せど、同じものがバッと出るとかね、そういうことも十分に考えられるような、そんな感じがしました。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたら、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。あとね、音声の方はこの後まとめてバーっとね、05のやつ鳴らしますので、そちらの方もよろしくお願いします。それでは次の動画で、バイバイ。ウルトラマン、明日に向かう。